狂った人生は2008年製作クリスチャン・ポベダ監督によるスペイン・メキシコ・フランス合作の長編ドキュメンタリー映画である。中央アメリカのエルサルバドル最大の都市首都サンサルバドルでロケーション撮影が刊行され、同国とアメリカ合衆国を中心とした広域ギャング組織マラ・サルバトル茶のような地元のギャングに生きる人々を描いたドキュメンタリー映画である。 2008年に完成し、同年9月20日には、スペインのサンセバスティアン国際映画祭。同年10月4日には、メキシコのマレリア国際映画祭。同年11月1日には、アルゼンチンのサンルイス国際映画祭。翌2009年2月6日には、ドイツの第58回ベルリン国際映画祭のヨーロピアンフィルムマーケットで上映され、ハンガリーでは、同年5月28日。 フランスでは同年9月30日に一般公開された。2009年9月2日、撮影地であるサンサルバドルに滞在中の本作の監督、クリスチャン・ポベダが何者かによって銃撃され暗殺される事件が起きた。本作はポベダの遺作となった。ありがとうございます。